ッシュで女優の仲間え、34歳がかねてから交際が噂されていた俳優の田中哲司48歳と結婚することを日刊スポーツが18日付け紙面のトップで報じたこの報道を受けテレビ各局の朝の情報番組でこれを伝えた二人の結婚報道はネット上でも話題を集め掲示板などには嘘でしょお似合いといった祝福と驚きの声が寄せられているまた 仲間幸恵、結婚、田中哲氏、結婚、というワードで検索数も急上昇。田中の所属事務所のホームページにはアクセスが集まり一時繋がりにくい状況となった。二人は2009年11月に週刊誌によって熱愛が報じられ、一時は破局したとも伝えられていたが、着実に愛を育んでいたようだ。同氏は、交際6年13歳差ついに結婚、との大見出しで、 両家の挨拶を済ませ、近く結婚すると報じている。仲間は人気女優である一方、歌手としても活動していた期間があった。過去にはテレビ CM の企画で、仲間ゆきえウィズ・ダウン・ローズを結成、その美声で話題を集めヒットを記録した。また、NHK 紅白歌合戦にも赤組司会を4回務め、今年も有力候補としてスポーツ紙の紙面に名が上がっている。一方の田中は、 技巧派俳優として知られ、数々のドラマや映画に出演。直近では NHK 大河ドラマ、軍師官兵衛で荒木村茂役を講演し、注目を集めた。